ドクサキャラマドットコム岩佐です。小原雅俊さん、お疲れ様です。ありがとうございます。ようやくこうやってお話することができました。ありがとうございます。2016年の、UTMB 開催されまして、順位としては16位でしたね。24時間、はい、39分、お疲れ様でした。ありがとうございます。そしてまたトップ20入りということで、素晴らしい結果だったと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。一夜明けましたね、はい、体調とかいかがですか？やっと落ち着きました。あの一晩寝て、はい、ちょっとゴール直後ちょっと来てしまって、うん、ちょっと内臓とかが来てしまって、はい、ちょっと寝るまで結構大変だったんですけど、うん、はい、でも、まあ、一晩寝てやっと落ち着きました、うん、はい。小原さん、今回が3回目の、ね、はい、UTMB で、1回目の時のタイムとかはどんな感じでしたっけ？26時間40分ぐらいですかね。はい、そうですね。その時は30位ぐらいでしたっけ？46とかですね。確実に、着実に今回は、ね、そういい結果になりましたよね。はい、その、なんていうのか、どんな工夫というか、自分でもやっぱり想定していた通りうまくいった感じですか？そうですね、うん、まあ、やっぱり1回目走って、うん、まあ、かなり厳しいコースだっていうのは分かったので、うん、まあ、うん、それまでやってた練習じゃやっぱりちょっと、まあ、足りないなっていうことで、うん、まあ、走る距離とか増やしたりだとか、うん、あと、まあ、補給の取り方とかを工夫したりだとかって、うん、まあ、いろいろやってきて、うん、でも本当は去年それを形に発揮するしたかったんですけど、まあ、去年がちょっと全然ダメな状態で終わってしまって、まあ、まあ、気持ちとしては本当に、まあ、2年間分の思いをちょっと今回、まあ、しっかりと結果として出そうと思って走って、まあ、出し切ったっていう意味では本当に出し切れたかなとは思うんですけど、やっぱりトップ10を目標としてはありたかったので、うんうん、まあ、そうですね、まあ、納得はもう本当に出し切ったとは思ってるんで納得はしてるんですけど、うん、ちょっと本当にやっぱり、まあ、満足かって言われると、うん、まあ、一晩開けてみてやっぱり、まあ、すればよかったなとかこうすればよかったなっていう思いがやっぱり なくはないというか、やっぱそれが出てくるなっていう感じですね、うんうん。まあ、去年も暑かったし、今年は、ね、さらに同じようなでしたけれども、ね、途中でこう印象に残るところと場所というか、うん、まあ、ここが一番苦しかった場所とか、なんかピンチだったところとか、なんかあったりしましたか、うん、この160キロのコースの中で。そうですね、一番苦しかったというか、まあ、本当に唯一そこがっていう、まあ、思っているのは鳥園からの上りで、はいはいはい、ちょっとハンガーノックになってしまって、うんうん、まあ、ちょっとそこでちょっと木陰で休んでしまったんですよね、うん、それが本当にもう悔しいですね。動き続けずにそこだけは止まっちゃったってことですか？そうですね、もうちょっと本当にもう、まあ、暑さもあって、それまでのコースって割と、うん、川が流れてたりだとか、はい、湧き水があったりとかで、はい、まあ、ちょっと水をこうかぶりながらっていうので、うん、まあ、体冷やしたりとかできたんですけど、うん、あそこの登りってないんですよね、うん、その水が、うん、と思いますね、はい、うん、でちょっとそこでかなり、まあ、多分暑さもあってでハンガーノックみたいにもなってしまって、うんうん、そこが本当に苦しかったですね。ちょっと、はい、苦しかったです。本当に悔しいですね、うん、それまではまあそこそこ、こうそう思い通りのタイムで行って、うん、シャンペイ以降なんとか7時間ぐらいで行ければ23時間台でっていうふうに思って、うん、まあまあ、そこまでそういう感じで来ていたので、うん、そこがちょっと本当に悔しいですね、うん、なるほど。今後の話になりますけど、またやっぱり UTMB はやります、来ますかですね、うん、まあ、ちょっとこれはなかなかもう即答はできないけど、ね、ね、あれなんですけど、うん、まあそうですね、まあ、悔しい思いはやっぱりあるっていうのはあるのは間違いないです。でただまあもう3回ここを走らせていただいて、まあ2回目あるんですけど、うん、まあ走らせていただいて、うん、まあ
やっぱり世界にいっぱいいろんなレースもありますし、うんうん、まあ、正直そのいろんなのを見てみたいっていうのがやっぱりあるんですよね。まあ、時間も、まあ、もちろんお金も限られていますので、あとそうですね、まあ、このあと何年間かこうしっかりと自分が走れる間に、まあうん、まあ、いろいろ見たいなっていう思いもあるので、まあそうですね、ちょっと、まあ、まあ速度できないという感じですかね。まあけど、はい、今回の結果なんかもね、そういうことをチャレンジしていく上で大きな、ね、うん、あの勲章になったかと思いますけれども、今シーズンっていうことに関して言うと、はい、このあとまたあの、はい、世界選手権がありますよね。はいはい、はい、IAU のトレイル世界選手権って11月、10月の終わりにね、はい、ポルトガルのペネダジェレス、はい、トランスペネダジェレスの中で行われて、うん、この UTMB 上位走ってた選手で、さっきもねプレスカンファレンスありますけど、そこでもまた出るっていうふうに言ってたので、またちょっと UTMB だとは違う場でそこはチャレンジに、ね、うん、舞台になるかもしれないですね。はい、うん、他国内とかも何か予定していることはありますか？一応 MF にも、あ、はい、そうなんだ、サイトリーを、まあ、1ヶ月ないんでちょっとしっかりとあの体調整えて、UTMF、はい、ペレダジェレス、はい、大変だと思いますけど、あまり無理なさらずに、ありがとうございます、大人気なんでいろいろ期待はかかると思いますが、いたわっていただきたいと思います。ありがとうございます。日本の皆さんもまた小原さんの、ね、活躍の姿国内で見られると思いますので、楽しみにしてください。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。